おはようございます。伊藤匠です。今回はシーガーチャンネルで奈良県室尾ダムにやってきました。今までだとね、劇さんとかこう田辺さん、ゆうさんとかねやっていったわけですが、今回は劇さんもいません、田辺さんもいません。なんとその代わりに若手が後ろで何やら準備をしてますということで、まあ今回は若手3人と伊藤匠というような形で釣りをしていくわけですが、僕がこう釣りをしていくっていうよりはもう全部ちょっとね、この若いね、カンタ君、龍が、すずちゃんにエリア選択も釣りも任せて、若いメンツがどうやって釣っていくのかっていうのを僕が後ろでちょっと見ていきたいなと思います。なので、まあ、今回は伊藤匠の釣りはほどほどに、ちょっと3人のイケてる釣りを見たいなと思ってます。ということで楽しみに行ってみましょう。室尾ダム12月、どんな魚が釣れるかな。まあ北風ブロックのエリアとってなると、こことここが風ブロックされるから、うん、昨日ちょっと良かったから、ここがあ、いい感じだったんですね。そうで、ここで釣れたのよ、うん、あ、で夕方、そうそうそう、うんうん、入り直してもいたから、まあ朝もあるかなっていう感じで、うんうん、あとは今日は昨日下流行ってないから、そうそう、見てみた。そう、下流もちょっと今日やりながら、まあ、明日もあるし確認しつつ、うんうんうん、とりあえずちょっと、まあ、思い出巡りじゃないけどさ、いいね、ちょっととりあえずやってみて、はい、それで雰囲気を感じながら3人でこうあれしながら、はい、頑張りましょう。はい、はい、ということで始まりました。今回はそのなんで僕がこの若手3人と一緒に釣りをするかというところで、まあ、一番の理由はシーガーにゼロワンプロジェクトっていうのがあるんですよ。でゼロワンプロジェクトって何ってこう思うと思うんですけど、その将来としてこう若手を育てていこうっていうところも含めて、ゼロを1に変える、そんな企画をシーガーがやろうということでスタートした。だから全員20代です。で今まだこうメディアにも、ちょっとずつ出てってるような感じで、でもみんなで協力してみんなで考えていいこう企画だったり、彼らにしかできない動画だったり、まあ、そういうのを伝えていこうっていうところでスタートしたんですよね。でそのゼロワンプロジェクトの3人が、バスフィッシングの3人が今回動画に出ていく。じゃあなんで伊藤匠いるのっていうところなんですけど、まあ僕はそれも含めてこう見てみたい。ゼロワンプロジェクトっていうのは多分僕も知らない、見てる方も知らないっていうところで、まだまだみんながこう知ってるわけではないと思うんで、その辺も見てみたいなっていうので今回来ました。だから僕がこう考えてエリアを決めて釣っていくっていうより、僕はちょっと彼らの釣りを見て、ああ今の20代若い子ってこんな感じなんだなとか、うわこういう考えなかったなとか、そういうところを見ていきたいなと思ってます。なので早速ちょっとみんなの釣り見てってみましょう。まずは龍が、シーガーのプロスタッフであり、ノリーズのプロスタッフの龍がからちょっと見ていこうかなと思います。そこで水深どんぐらいあんの？ここは割と岸から落ちててカバーがあるんで、割と水深はありますね、うん、多分、まあ1メーターぐらいあるのかな。1メーター1メーターないぐらいですね。お、まあ、意外とでも浅いな。割と水深ある方ですね、うん、今やってるのは？今はパワーフィネスですね。パワーフィネススモラバ、うん、カメラバの4グラム、4グラムに、トレーラーは？トレーラーはスイッチオントレーラー。おー、パワーフィネススタイルだね。俺が後ろにいると緊張する？いや、結構プレッシャーだいぶプレッシャーかかってます。マジで？そうか、そうか。ちなみにラインは何使ってんの？ラインは今完全シーバスの 1.5 号ですね。 1.5 号直結の直結です。パワーフィネスの定番だね。はい、リーダーつけるときは、うん、16ポンドぐらい。おお、グランドマックス。グランドマックスです、ね、けど基本は、まあ、直
鉄でやっちゃってます。あ、そう直結楽だもんな。まあ、直結よりリーダーつけた方が根掛かりとかは、うん、あの火に巻きつきにくくなるんで、くるりんぱしない。そうです、そうです。まあ確かにおかっぱりとかだったらつけた方がいいかもしれないですね。あ、そう、これ40アップとかちょっとパワーフィネスでぶち抜いたら相当かっけえけどな。いや、けどパワーフィネスだったら40アップ多分食ったら40アップな気がするけど、さっきからね、いちいちね、あの車の中でもね、やっぱ今日は下流かなとかボソボソ言ってることが結構イケてて、今の一言もすごいイケてるんですよ。いや、パワーフィネスだったら食ったら40アップっすねって軽く言ってるけど、意味はカバーに、今の12月にカバーに着くバスは40アップしかいないってことを言いたいんだと思います。でも彼はあの口数が少ないんでそういう風になってるんですけど、本当そういうことでしょ。いや、そうです、そうです、そうそう、すごいイケてる、イケてんすよ。釣りはね、相当イケてんすよ。おー、結構いくね。ここがブレイクになってるんですよ。このブレイクがその、うん、この延長線上にあって、うん、でそれよりこっちは浅いんですけど、うん、そこにカバーが入ってるんで、まあ、絶対入るかなっていう。あ、要はカバー木の下に水深の変化があるってことか。そうです。そう、ここはもうストンって落ちてて、うん、もうここブレイクなんですけど、うんうんうん、ここに、え、マグスト？マグストっす。そうなの。そうやって使うんだ。そうです。え、もしかしてさ、ゴさんとかでもそうやって使ってんの？マグナムで。ゴさん、マグストでも使ってますよ。そのまあ、ギル食ってる時期が一番いいんですけど、うん、ほうほう。だからまあ、6月、7月とか、まあ、夏とかが一番いいんですけど、うん、あ、まあ、秋もいいですけど。へえ。まあ、けどこの時期も結構イルカとかでも、うん、マグナムこの時期結構効くんで。え、もしかしてさ、あのマグナムで結構釣ってんのって、あれってそうやって釣ってんの？ストーミーはそうですね、マグストが多いですね。すごいいい動きするね。これがストーミー、ノーマルのやつの方がいいですね。ノーマルの方がいいんだ。そうです。 TDM ってあのちょっと深く潜るタイプよりも、その普通のストーミーマグナム、ストーミーマグナムの方がそうやって泳ぐんだね。まあ、カバー絡めるときは TDM の方がいいんですけど、うん、あのリップがワイドなんで。さすが普通に使わないのも若手ならではで、結構ワカサギ食ってると思うんで、ワカサギレイクみたいな情報があったので、うん、結構イルカでやる釣りが通用するのかなと思って今やってみてるんですけど、いちいちいい話をしてくるねいちいちちょっとイケてる感じの話だね。イケてる釣りで釣りたいですね要はワカサギレイク、イルカ池ってね、はい、中京の地域のレンタルボートレイクで、こうちょっとサライケチックでワカサギがめちゃくちゃいて、めっちゃでっかいバスたくさんいて中層浮きまくってるよと、うん、でこの室尾もワカサギがメインベイトだから、同じような感じで同じような動きをしてたり同じようなルアーが効くんじゃないかなと読んでるってことだよね、うん、そうです。そういうことです。いちいちいけてますよね、ベイトに合わせたバスフィッシングっていう感じで、うん、そういうところが龍がもともといけてたからな。リュウがヒルに噛まれたことある？ヒルありますよ、僕。嘘。なんか足が血だらけになってて。マジ？何これと思ったらヒルだった。ヒルの跡がついてて足に。ああ、そうなんだ。じゃあもう似なくなった跡だ。あ、そうです、そうです。だから多分気づいてたら、うん、発狂もん発狂してた虫嫌いのリュウが。あれは、え、猿はダメなの？猿？猿とか嫌い？いや、猿は大丈夫ですよ。大丈夫なの？カマキリに襲われるのと猿に襲われるのだったらどっちがいい？猿ですねカマキリの嫌なの？カマキリダメですね。マジ？もうバッタとか、うん、カマキリとか、うん、多分トップクラスで。トップクラスに嫌だ。嫌です。あとクモ。クモね。
え、でもロードランナーってバッタの色してるけど大丈夫？それはちょっと色じゃないですか。それ大丈夫？それは大丈夫です。虫がもう全部いやだってアリとかもダメですから。アリダメなの？アリダメです。あのオニヤンマくんみたいなあるじゃないですか。オニヤンマくん、オニヤン、あの蜂よけみたいな、うんうん、あれつけた、あれなボートに置いといたら、うん、ちょっと減った気がします。なんか本当かよ、気持ち、本当気持ちっすよ、あれは本当に。長良川の蜂めちゃくちゃ来るんですよ。マジで蜂すごい襲ってくるから。マジ怖いんだ。何もしなくても来ますから。それがウニヤンマくんで来なくなった。じゃあなんかぐるぐる回るんですよ、うん、なんもないと、うん、けどあれがあるとこう来て一周ぐらいで帰ってくる。多分 すごいね。あ、いるいるいる、魚いるわ、これ魚いる、うわ、いたわ、うわ、めっちゃ浅いとこいた。おっ、ボイルした、ボイルした、ボイルした。うわ、食わねえか。奥でこっち、いや、もうさっき投げてるとこだけど見切られてる。マジ？うん、ちょっと休ませて。でもこれだったら外側で釣れそうだから、うん、羽あるかも。おらんかった。あら、ちょっと遠い。こっち右全然投げていいよ。大丈夫ですか？うん、水温測ってみようか。でも昨日龍河とやってたんだけど、うん、はい、なん途中の方はもう全然魚に出会えてる気がしないってなってて、はい、でも唯一やっぱここのエリアだけは、ここのエリアっていうか朝俺がジグでやってて、うん、なんかボイルしたとこあるんだけど、はい、ちょっと左やのところには、うん、やっぱ魚いた。水温11度あんま変わんないの、うん、うん、だから変にカバーに寄ってないっていうか、ベイトフィッシュが動き回れるから、はいはい、だからあんま寄ってないのかなって感じはするけど、うん、けどこれ強い釣りとかでさ釣るなら濁ってる方が釣りやすいじゃん。確かにそれはありますね。うわ待って、バスいるやん。どこ？向こう泳いじゃった。本当に？うん。どんぐらいだった？こんなもんじゃん。45ぐらい。うん、35から45ぐらいじゃん多分。超ゆっくり泳いで。だからこんなんもう、んこんなんずっと。どんなのどんなのこんなん、え、どんなのどんなの、もうやってるやってるやん。なんでここなの？ここ岩って、あっこの斜面が多分一番きつくて、うん、まあ、向こうは絶対行けないんで、うんうん、ってなったらあの岬と、うん、でここ足元がさっきのとこより傾斜あって岩があるんで、うん、であと西風ブロックのこっちですね、うん、この辺やろうかな。 OK、 じゃあやってみよう。カンタ君はこういうリザーバー好き？ここ最近するようになりましたね。あ、そうなんだ。どういうとこでやんの？あの三河八田原ダムとかは結構こういう感じで減衰すればこんな感じになるんで、うん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 、でなんかやっぱここ数年、うん、結構感じてるのが、うん、こうやっぱ上流域だけで、うん、こう年間で通しても、うん、まあ冬以外は、うん、まあ、釣れてたんですけど、うん、やっぱ魚がやっぱ擦れたりとかもあるし、うん、もうちょっと他の釣りしないと、うん、例えば陸王とかで勝てないなって思ったんで、うん、こう本湖とかそういう釣りを覚えるために最近は、うん、こういった中流域、下流域とかを、うん、だってシンプルに考えて船とかでやったら下流とか中流ってするじゃないですか、うん、夏とかでも、うん、なんでそれをかっぱりでどうやって釣れるかなっていうのをここ数年はやってますね、うん、そうなんだ。やっぱり夢は陸王なの？そうですね。おお、陸王で勝ちたいっすね。普段はどの辺で釣りしてるの？僕河川とリザーバーが
多いですね。おお、どの地域の？もうほぼ倉敷川が。倉敷川水系。ああ。と、まあ、三河八田原も1時間ちょいぐらいで行けるんで、うん、そうなんだね。あと府中湖とかも1時間ぐらいで行けるんで、お、まあ、その辺が多いですね。じゃあ岡山県がメインフィールドで、その周辺の地域を釣りしてるって感じだ。はい。なんかさっきすずちゃんが追川こんぐらいの見つけたんで、多分4インチぐらいで、今つけてるのがフルスイング4インチって、ほんと4インチのサイズなんで、まあ、ワカサギもいるだろうけど、追川とかそういうでかいベイトとかも絶対食うと思うんで、ちょっとベイトサイズ同じぐらいのサイズ感にして、で今 10g なんで3メーター4メーターの中層を巻ける感じで、足元まできっちり巻けるんで、こうやってリーディング止めて水深をもう一回測ったりして、やっぱ結構深いですね。もっと冬になればね、シャロー一択でもうゲームしてもいいけど、まだどうだろう。結構クリアっすね、下流域は。なんかもうちょっと冬になってくれたらいいんですけど、うん、今年なんか結構だらだら晩秋が続いてる印象があって、うん、河川とかは特に、うん、で水温測ってもやっぱ13度ぐらいなんで、うん、11度ぐらいになってくれれば、うん、こう魚も固まってきたりとか、うん、シャロー一択でゲームしたりとかっていう、うん、触れるんですけど、うん、ちょっとまだどっちかっていうのがあんま自分の中で定まってないんで、うん、悩み中っすね。いつも何を見てこう場所を決めたりルアー決めたりなんかこうやってんの？そういう判断するというか。基本 Google マップで航空写真かね、うん、をとりあえずめっちゃ引きで見て、うん、大きくめっちゃ見るんですよ、うんうんうん、それでそのダムの形状がどんなんなんだろうとか、盆地がどこにあるんだろうとか、うん、こっちが山側とか で、うん、でもう一回拡大させて、で次はもうちょっと縮小で見て、うん、あこういうとこに岬があるとか、うん、でそういうので基本的にもう Google マップでほぼ決めてる感じですね。うん、川は僕メインでやってるんで、うん、川の見方もやっぱアウトサイドインサイドって見方でするんですけど、うん、まあ、リザーバーも結構同じ感じで見ながら、うん、同じ捉え方でやってるっていう感じで、ちなみにカンタ君ってこう釣りーターカンタっていう名前で、はい、どちらかというとこう釣りで食っていくために、はい、まあ、仕事をこうちゃんとした職に就かないって言ったら変だけど、そうですね、こう釣りを主にこうやっていくっていう風にしてるじゃん、はい、その中でやっぱり自分がこうどうなりたいか将来、うんうん、そういうのってこう決まってたりするの？いや僕はなんかやっぱ昔はずっとあの釣りだけじゃなくて、うん、スケボーをずっとやってたんですよ、うん、本当にプロになりたくて、うん、ずっと高校生の時は3年間やってて、うん、でいろんなもの結構趣味が多いって言われるんですけど、うん、いろんなものにこう興味があって、うん、でその中の一つの僕は釣りだと思ってて、うん、なんでそういういろんなカルチャーを見てきたし、うん、実際にやったから、うん、そういったカルチャーをミックスさせながら、うん、釣り業界でやっていくためには、うん、どうしたらいいかなっていうことを常に考えてて、うん、だから今まである形の、うん、まあ、例えばですけど、まあ、ガイド業だったりとか、うん、そういった形じゃない新しい形を作れるように、うん、今後はしていきたいなっていうか、うん、じゃあそのさっき話した陸王っていうのはその一つ中の一つであって、何かそれ以外にこうやりたいっていうものがあるっていう感じ。そうですね。
今の現時点の目標はやっぱそこなんですけど、うん、やっぱり僕の中では、うん、まあ、ちょっと聞こえ方は悪いかもしれないですけど家庭にしか過ぎなくて陸王がね、はい、うん、自分自身はトーナメントで前線でやっていくっていうよりはこうなんか新しい打ち出し方を作り出したいみたいな。そうですね、あ、そういう感じなんだね。やりたいことがたくさんあっていいよね。たくさんありますね、うん、時間が足んない。そうっすね、うん、ビッグベイト好きなの？ビッグベイト好きです。好き？なんか投げてるだけで楽しいから。投げてるだけで楽しい。結構重いよね。重いですね。最初投げるの大変じゃなかった？大変でした。おお。しかもなんか社長の後ろとかで、うん、そうバックハンドとかで投げれないと釣りできなかったから、うん、もうめっちゃ最初128とかから練習して、うん、あ、大きくしてみたいな。要はジョイクロの1段1個ちっちゃいやつとかで練習しつつ、今178、今178。すごい。で263今日持ってきてないんですけど、うん、そのシフト、うん、であの連結多いやつ、お、釣れました。ごめんね、かった。びっくりした。その、うん、でかいバージョンがあって、うん、今それを社長がこうどんどん出していってるんですけど、263、そう、シフト263、普通のがシフト183なんですけど、うんうんうん、263だから、まあ、尺腕よりちょっと小さい、うん、マグナムよりちょっと大きいぐらい。マグナムよりでっかいって結構でかいね。でかいですね。それも投げれるの？それも投げてます。すごい。ちなみにすーちゃん、俺ね、はい、今思い出したんだけど、はい、あのすーちゃん陸上を出てたじゃん、はい、その前にすーちゃんの動画を見たのがあったの、はい、あ、どれ？H1 のシントネすごかったよね。あ、H1 のスノヤワラのやつですよね、うん、そう、そんな簡単じゃないよ結構そう考えるとさ、試合好きだね。陸上もそうだしさ。もともとめっちゃ試合嫌いだなんですよ。あ、そうなの？戦いの釣りが本当に苦手っていうか、うん、好きじゃなくて、うんうん、もうめちゃめちゃ避けてきてて、戦うのが嫌すぎて、うん、で釣りのその試合あるみたいな話来た時、うん、陸上とかも本当にギリギリまでめっちゃ迷って、出ようか、そう、うわー戦うのかみたいな。でやってみたらどう？なんかやってみたら、その戦いの時しか考えないことってあるじゃないですか、うんうんうん、なんか普通に釣りしてたらなんか思わないところが戦いになったら出てきたりとかして、うん、それはちょっと面白いなって思いました。まだ得意かって言ったら全然得意じゃないけど、うん、なんか前よりは緊張しなくなったし、うん、まだちょっと楽しめるようにはなりました。そうか、でも陸上2年連続予選突破してるんだからさまあなぜかしてるって言ってなぜかするそう、なんかよくわかんないんですけど。そうか。すずちゃん釣り覚えたのってさ、はい、こうどういう流れでこう釣りを覚えてたの？もともとバスでずっとやってたのか、はい、なんか別の魚で釣りを覚えてたのか。もともとバスです。もうじゃあバスが一番長いんだ。バス、そうですね。でももう、まあ、ちっちゃい頃に連れてってもらったのとか本当、うん、もうただ巻いてるだけとか、あの卵型のあるじゃないですか、クローズドフェイスドリルね。あ、そうそうそう、うん、それを使ってずっと釣りしてて、うん、へー、卵、卵のやつ、あれで釣りしててみたいな。釣れた？あれでは釣ったのかな、一匹釣った気がするけど。あ、そう。もう小さすぎてあんま覚えてないですね記憶が。じゃあその頃からもう親に連れられて、うん、はい、いろいろ亀山とか千葉のとこに行ってたみたいな。あ、そうですね。でも逆にこう小さい頃はやってたけど、うん、中高はもう完全にダンスの方にシフトしてやってたんで、 あんまりこう土日にダンスってイベントとか多いんですよ、うん、ほうほうほう、ってなったら親が
仕事休みの時に釣りにみんなで行けなくて、うん、であんまりこう釣りたまに予定合えば行くけどぐらいにはなってたんで、うんうんうん、その間の期間はあんまり釣りしてないんですけど。そうなんだね。だから最初に釣りしたのいつですかって言われたら、うん、なんか釣り場に行ってみたいなのは2歳とかだけど、おって言ったら歴がめっちゃ長くなっちゃうじゃないですか。そうだね、そうだね。一回真ん中が空いてるんだ。真ん中空きだ。全然そんなことないですよって言ってるんですけど。じゃあ今そういう意味でも好きな釣りが仕事でいいね。うん、楽しいです。だからこう余計に経験値的にも全然足らないから、なんかこう撮影行ったりとか、うん、まあ、それこそシーガーのこのヤングのチームもそうだけど、うん、自分じゃあんまり考えつかないこととかを、うん、みんなで共有してやってるからめっちゃ楽しい、うん、あ、勉強になります。じゃあゼロはそういう意味でも勉強になるんだ。うん、面白い。あ、はい、ということで場所を移動してきました。はい、ここはどこですか。ここは高山ダムです、ね、高山ダム、高山ダムです。ちょっと無郎がどんな感じ、厳しかった。ちょっと僕たちには全然ダメです。ということで、あのちょっとタフだったから、はい、高山ダムに来て、はい、で、まあここからちょっとチャレンジするんだけれども、ちょっとびっくりしたのが男性陣スピニングで、すずちゃんだけなんかベイトにビッグベイトがついてるんだけど、なんかちょっと男性陣弱くね。いやいや、でも釣りたいな、うん、一旦、ね、一旦行きたいな、一旦行きたいね。そう、なんかちょっとあれと思ってね、とりあえず釣りたいね。そうっすね。そう、なんだかんだ言ってもう昼過ぎて、うん、あと 2,3 時間だから、はい、頑張って、はい、行ってみましょう。はい、はい、頑張ってください。楽しみだな、釣れるかな。頑張ろう、せっかな、釣れる。はい、はい、はい、頑張ってさあ。そうだね、これビッグベイト投げるとき高いっすね、足場がね、足場が結構高いからさ、ビッグベイト使いつつ、うん、まあ一応マスもラバとかもつけてはいるんで、うんうん、まあちょっと様子見ながら、あとボムスラとか使ってバックスライドとかカバーにやっていくのもありかなと思って、いろいろ試しながらやっていきたいと思います。はい、まあ僕はもう一番多分好きな釣りで、あのパワーフィネス、パワーフィー、うん、はい、あの木に吊るして釣る釣り方なんですけど、うん、まあこれでいい魚が釣れればいいかなっていう感じで、はい、スーちゃんはビッグベイトでいい魚、俺が見たいわ、ね、それバスの口について見たいわ。かっこいいですよね、うん、釣りたいからちょっと頑張る、はあ、冠水ブッシュめっちゃいいな、久々マジでパワーフィネスすんの。こんだけクリアだったら超浮いてきそうだね。うん、まああえて止めてるけど、まあまあ足場高いからなかなか投げにくい。なんで、ゴミ引く。じゃあカバーをパワーフィネスでカバーを打ってきます。食わないっすね。ライトなし、ライトなし。まあでもこれならなんか釣れそうだよね。釣れそうですけど、すごい龍河くん、雲がいそうなのに果敢に攻めてるね。ちょっとさすがに釣らんといかんので。ああ投げにくい。まあ、今回龍河の釣りを、まあ、彼の釣りっていうものを見たんですけど、ほぼほぼいろんな釣り見てたんですけど、ほぼ高い次元でできてるかなと思います。でその中でも彼がすごいなと思うのは、やっぱこう結構ね、時折マグナムクランクとか普通に出してくるんですよ。ビッグベイトとかも好きだし、今回はビッグベイトやってないけど、普通にねこうタイニークラッシュとかで結構釣ってきたりしたり、マグナムクランクショットストーミーで釣ってきたりよくあるんですよね、その写真とかで見ると。どうやって使ってんのかなと思って、
こうおかっぱりで使ってる姿っていうのを見て結構びっくりしましたね。あ、若い子っていうか、まあ龍河がこんな風にそのディープクランク7メーターダイバーをおかっぱりで使うっていう時にすごいゆっくりリフトしながらボトムをこうガツガツやってって普通に釣れますよっていう姿とかを見て、なんか固定概念にとらわれてないやっぱ彼のいいところっていうのをすごくあの見れてよかったなと思います。やっぱ彼はもともと僕が15-16、彼が15-16の時にもうすごいキャストフォームとかなんか考え方とかも子供ながらにイケてたんですよ。だからまあ18ぐらいになったら声かけるからっていう話をもう高1とか中3の時に彼に話してるぐらいな感じだったんで、長いっちゃ長いんですけど、やっぱ釣りしてもうやっぱこうまた思ったのは、やっぱこう彼にしかないこう引き出しとか彼にしかないその技とかそういうものがあるなと思いました。それは多分こう彼が結構柔軟な頭を持ってるんで、いろんなことにこう挑戦してみようとか、こうやって使ったらこうやって使ったら釣れるんじゃないかなとか、まあ、そういうようなのがあると思うんで、僕にはちょっと見つけられないような釣り方とかそういうのにつながってるんだろうなと思います。で彼がねやっぱこう卒業してこう学校を卒業した後フルタイムになるっていう話を聞いて、今もねこうフルタイムガイドでイルカ池そして長良川でのガイドを行ってるんですけど、やっぱね精力的にボートもおかっぱりもやってるし、やっぱこう湖に出てる時間が圧倒的に長いんで、あのやっぱこう若いんだけど経験値あるな、ボソボソ言う、結構ね口が少ないんであれなんですけど、ボソボソ言う一言が結構イケてる、釣りしててもうわこいつ分かってんなっていうような一言一言があるんで、やっぱやるなっていうのを再確認した感じですね今回のロケでは。そういう意味でも今後が期待という、期待しかしてない、そんな感じかなと思います。けどこれ別にそんな細かく打たなくても見つけてくれると思うんですけどね。なんで？いや多分そんな、だって、ね、上見上げさせて、うん、まあ、透明度も高いし、アプローチしてるから多分来ると思うんですけど、うん、ちょっとロングシェイクしてるんで、うん、多分寄ってきて食ってくれると思うんですけど、ね、それ中層でロングシェイクしてるんだ。中層です。まあ、一応ボトムまでつけるんですけど、うん、なるべく上でシェイクしてます。いいね。龍河の将来の夢は何？将来の夢はもう釣りで食べていくことする。釣りで食べていくこと。ざっくり言うと、ざっくり言うとそれはプロガイドとして食っていくこと。いや、ガイドというかまあメディアとか。そうですね、そっち系の方が。トーナメントプロ、それともメディアプロ？うん、まあメディアですかね、今んとこは。今んとこはメディア。そうですね。やべえ、食わねえな。おっしゃ、よし、オッケー、ネット、オッケー、ネット貸して、ネット貸して、俺が取ってきて、オッケー、いいよ、ネット外れる？オッケー、待ってろ、めっちゃ浅いところで食った、待ってろ、見えるぞ、まだ耐えてよ、頼むよ、でかいよ、マジででかいよ、行きます、マジででかいよ、超でかいよ、ギリギリ入んないんだけど。どうなってます？おし、入る。全然見えない。あ、入った。ちゃうてよ。え、これついてます？なんだこれ。オッケー、いいよ。え、これバスついてます？は、入ってるよ。入ったよ。オッケー。やったー。ちょっと釣ろう。糸出して、
糸出して。でかい。イエーイ。見てこれ。あ、でっかい。でかいよ。やばい。でっかい。50アップ。でかい。やった。やばいっすね。イエーイ。きた。でっか。きた。ああ。パーフィネス。やばい。いやー来た、パワーフィネス超でかい、スモラバーのパワーフィネス、イエイ。すいません、めっちゃでかい。え、何、いや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 、え、何何嘘やばくないですかこれ。でっか、いや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 、何しとん、やばくないですか。やばいでしょ、それはやばいっしょ。やば、超太い、でかっ、やっちゃってるよ。やばい、昼前までめちゃくちゃテンション下がったのに。やばいでしょ、ずっと太いや、太っ、待って、よ、やばいよね、やばいっすね、うん、しかもかかった時30センチぐらいかと思ってて、大きくないとか言ってやばいでしょ、やばいっしょ、やーい、イエーイ、やーい、やばい、やばいってそれは。やばいっすね、これ聞きすぎだわ、それは。おめでとうございます。やばい、やばいね、すごすぎる、やばい。いやマジでめっちゃ安心しました、ね、よかった、その顔が見れて。本当にね、焦ってたよ、また俺がうるせえから来てて、やべえ、ちょっと精神的に来てんのかなと思ったけど、釣ったからさすがだな。うんうん、頑張った、頑張ったね。とりあえずおめでとう、イエーイ、ありがとうございます。ナイスゼロワンプロジェクト。やばなんか追ってるよ、ほらバス、うわ、シェイク巻き、遅くないかスピード、うん、確かに。めっとむず、ちょっと待って、大丈夫ですか、入った、入った、よっしゃー。